さて始まりました、もてちゃんです。さあ今回は、はい、英検準1級の新形式面接試験対策やっていきたいと思います。はい、あ、僕の本ですけども、はい、2024年第1回からですね、新しい形式になりますので、まあそちら解説していきたいと思います。まあそこまで変わることはないと思うんで、なんかそんなに準1級今まで勉強してきた人がね困るとかっていうのはないと思うんですけども、まあとにかくできない、もう面接試験ですね、対策をしていかない人があまりに多すぎると。まあ何かしらいろいろね、本読んだりとか、ね、模擬面接してもらったりとかってで行くんだけど、どうやったら点になるのかっていうのを知らないで行く人が多すぎ。もう、なんでそれ知らずに行っちゃうっていう人がたくさんいる。だから、例えば英語ができると。英語力がある。まあ、英検11級なんか余裕で取れるよっていう英語力があるのに、点数の取り方を知らないから全然受かれない。逆に、英語力は準1級なんか全然足らない。準1級なんか全く届く力ないけれども、対策の仕方を知っているから点を取って合格する。なんていう人もいる。ただ一番多いのは、英語力もないし、対策力もない。どっちも。ないで落ちちゃうっていう人がほとんどです。でなんか二次試験までに行けば合格すると思ってる人が多いんですけど、そんなこと全然ないです。発表されてませんから今ね。だからきちんと知っていってください。はい。でまずまあね、入室があって入っていってカード渡してとかっていうのはね、もうまあ準1級なんで、もうこんなのも余裕でできると思うんですけども、最初に自由会話っていうのがあるのが、まあ2級までとの違いですね。準1級はあなたについてのことを喋ります。2級まではハワイユしか聞かれないですから。それがこの名前聞いた後にね、 The please tell me a little bit about yourself とかね、あなたについてちょっと聞かせてくださいみたいな、あなたについてのことを聞きます。まあ大体 2,3 問ですね、聞かれるんで、まあ何かしら用意していった方がいいはいいですね。ここは採点はされませんよ。採点はされないけど態度点には入るので、何かしらパッと答えられるのを準備しておけばいいです。別になんか長く話してねアピールする、よくIELTSとかで言われるんですけど、すごい話してね、たくさん話してアピールするんだとか、英検準1級にはそんなのないんで、もうさっさっさっとやればいいです。 Let's start the test とか Let's begin the test っていうまでは別に点数は関係ないから、まあ趣味的なものを準備でもしておけばいいと思いますよ。だいたい趣味がどうとかさ、スポーツがどうとかって言えばさ、好きな音楽は何ですかとかさ、好きな本はとか好きな作家はみたいなの聞かれるだけですから。でいよいよ試験開始です。そしたら漫画ですよ。はい、この漫画が最も配点が高いところですから、これの対策を絶対しといてください。1分間準備時間があって、2分間喋るんですけども、4コマあって、2級までは描写するポイントがはっきりしてるのに、準1級は分かんないんですよ。どこがポイントかっていうのがなかなか分からないので注意です。だからなるべく1コマに対して3ポイント、そう、3分なるべく喋っておけば、まあ悪い点は来ない。まあ3分ずつ喋れたら、まあ5点満点中ですね、内容って。5点満点中、まあ4は絶対来ると思うんで、まあそれを狙うって感じかな。ポイント、描写するべきポイントが1コマに2つだったり4つだったりすることもあるんですけど、まあ大体3ありゃ大丈夫です。とにかく描写するときに過去形、過去進行形ね、もうとにかくこれでミスる人が多い、圧倒的に多い。でなるべくできれば間接話法ね、まあもうしょうがない、間接話法できないんだったらもう直接話法で、セットゥ誰々何々で逃げちゃうっていうのもあるけどね、こう吹き出しとかさ、まあ、できたら told he that でなるべく間接話法でいけるといいですね。でいろんなものが書いてあるから、字が書いてあります。あの新聞に書いてあったり、雑誌に書いてあったり、看板があったりとか、ホワイトボードに書いてあったりとか、でそこ必ず読んでくださいね。でなるべく字でね、単語で書いてあるものを文に変えて読むっていう、これがポイントです。文にしてポイント稼ぎましょう。それで内容点、そして文法点稼ぎましょう。文法語彙点稼ぎましょう。でここで発音もチェックされますからね。だから発音もちゃんとできるようにしておきます。で大体そのコマによってこう場面が変わるんですね。で場面が変わった時に時間がこうコマに書いてあることが多いんで、そのコマの時間を読んで、でどこにいるかっていうのを読んで細かく動作をこう表していくっていうのがまあポイントですね。で時々このコマの上に場所が書いてあることもありますけど、だから時間、場所で何してるかっていうのをこうやって描写していけば大体取れるようにできてます。とにかくここの練習が必要で、苦手だっていう人は書きで練習ですね。もうちょっとこれ直前で見てて書きで練習してる場合じゃないって人もいるかもしれないですけど、はい、これ大事です、めちゃくちゃ。で続いて4コマ目の応答ですね。でもしあなたが主人公だったらって聞かれるんで、 If you are the man とか If you are the woman What would you be thinking ですね、どう思いますかって聞かれます。で必ず I'll be thinking ですね、私はこう思いますっていう風に答えてくださいね。 I'll be thinking 何々っていう風に答えてください。で重要なのはこの I'll be thinking の後に3分言うことです。必ず
SV3 つ言ってくださいね。こう思ってる。で、4コマは基本的には、ああ、ダメだった、悲しいっていうことなんで、後悔を表すのが簡単です。I should have 何々をね、こうすべきだったっていうとか、I shouldn't have 何々、こうすべきじゃなかったっていうふうに言ってください。これが楽です。まあ、もちろんね、誰が何と言おうとこうだっていう答えでも大丈夫ですよ。最近はね、参考書見ててもそういう模範解答増えてきてますよね。でもやっぱり should have, should not have でもこれで二分言えるからね。で、これからこうした方がいいとか、これからこうする予定だ、これからこうすべきだみたいな未来のことを述べればさ、これで三分いけるからね。すごい簡単ですよ、実は。だから過去、ね。ああ、こうすべきだった。今こうなっちゃってる。今のことを言ってもいいですね。で、これからこうすべきだみたいなことで、過去、今、そして未来みたいなことを考えると、簡単に3分作れますんで、これ苦手な人すごく多いんですけど、全然難しくない。で、I'll be thinking のとこだけが仮定法ですから、他の I'll be thinking の後ろは普通に言えばいいだけなので、だから時制の位置とかね、仮定法とか意識しなくていいので、だから楽ですよ、ここは。で、この後に質疑応答が出てきます。で、こうカードをね、ひっくり返せって言われるんで、ひっくり返して、で、質疑応答が始まるんですけど、イエスのクエスチョンが3つです。で、2級よりも短いんですよ。ただ、抽象的です。より抽象的。2級まではね、やっぱリスニング力試してると思うんだよね。それが、11になると短くなるっていうのが特徴なんですよ。で、ただ、必ず3分言ってくださいね。イエス、ノーって言った後に3つ言う。これがめちゃくちゃ大事。で、このパターンとしてもいろいろあるんで、理由言って、具体例言って、また別の理由とかさ。理由言って、具体例をどん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 深掘りしていくとかさ。で、もうどうしてもアイデアが浮かばなかったら理由言って具体例言ってこうすべきだと思うみたいなとかね。こういう逃げ道もある。まあ詳しくはいろんな動画出てますんでアイデアの出し方とかね。そっち見てもらえればなと思いますが。で、最後の第4問がこれ新形式ですね。長くなります。質問の前に導入文っていうのが加わります。で、この導入文っていうのが加わると長くなるので結構厄介なんですけど、まあ、準1レベルだったら大丈夫だと思いますよ。例えばだから子供はタブレット、コンピューターを使うべきかとかっていうのがね、まあ出てくるとするじゃないですか。それが導入文っていうのが加わって、最近は学校でタブレット、コンピューターが生徒たちに配られることがあります。それはいいことだと思いますかとかっていう風に二分になるってことですね。そう、長くなって後ろにくっつくだけなんで。だからそんなに難しくないです。むしろアイデアを出しやすくなるんじゃないですかとかって言われることもあるぐらいですね。まあ本番どうなるのかわかんないですけど、ただ怖いのはですね、こうなったら厄介だなっていうのがあって、それは何かって言ったら、一個アイデアを潰されちゃうんじゃないか。そう、だからタブレットコンピューターを配る、子供たちがタブレットコンピューターを使うのはいいことですか、いや良くないと思います、なぜならほら目に悪いからですとかって一個理由言えるじゃないですか。それを先に言われちゃうんじゃないか、導入文で。そう、導入文でタブレットコンピューターは目に悪いと言われますがとかって先に言われちゃって、アイデア一個潰されちゃうんじゃないかっていうのは、これが懸念点、怖いところですね。実際どうなるか分かんないです。2級は実際これがね、起こってるんですよ。明らかに問題見てると、そういう1個アイデア潰ししてるっていうのが出てきてるので、だそれをやられると、ちょっと厄介ですね。という感じでございます。はい。で、まあ他にもね、いろいろな注意点ありますんでね、その辺はいろんな動画出てるんで、そこ見てもらえればなと思うんですが、まあとにかく無言になるのが一番ダメ。最悪。無言は I don't know よりも低い点になっちゃうから。で、無言にならないでくださいね。で、日本語使わない。日本語使った人限定されちゃうから。だからね、っていう癖の人、本当にやめた方がいい。あーっていうようにしてください。あーってね、これめちゃめちゃ大事。で、それぞれの説問1回まで聞き直すのは OK ですから、それ時間稼ぎすればいいです。Can you say that again でも何でもいいです。Pardon でもいいですから、はい、聞き直してください。2回聞き直したら限定されちゃいますからね。1回まで。はい。ということでございました。今言ったことをやるだけでも全然違いますから。本当に違うからね。もうだ何人も見てるから、そんな受かる力ないでしょうっていう人が受かってるのを見ていますので、ぜひとも頑張ってください。はい。たくさん動画出てますんで、そちらもね、参考にしてもらえればいいと思います。はい。そして合格したらね、はい、合格しましたっていうね、コメントに書いてもらえればいいんじゃないかなと思いますし、まあ本番もね、こうでしたとかね、こんな感じでしたよみたいなのもね、はい、あったらぜひコメントください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.